男性のがんの中で最も多いがん、それが前立腺がんです。最終的に男性の約半数がなるがんと言われています。そして実は近年、前立腺がんと診断される男性の数は急増しているんです。そこには超意外な理由がありました。そしてこんな男性なら誰もが無視できない前立腺がん、実は普段の生活習慣次第でなりやすい人、なりにくい人が分かれてくる、リスクが変わってくる場合もあるんです。この動画ではそんな前立腺がんのリスクとなる要素と行動を丸ごと紹介していくので、医学的に正しい、私たちが普段から手軽にできる前立腺がんの対策を練っていこうと思います。前立腺がんの正しい知識を身につけて、今日からの生活に役立てていきましょう。こんにちは、予防医学チャンネルで今日も大事な大事な体の勉強をしていきましょう。今回のテーマは前立腺がんとそのリスクです。前立腺がんについては、普段の生活の中でこんな習慣が良くないんじゃないのか、いやいやこういう行動が大事なんじゃないか、たくさんの医学論文の中でいろいろと議論されているんですが、今回は現状の複数のデータに基づいて、男性が前立腺がん予防のためにリスクを下げるためにこんな生活がいいんじゃないかという分かりやすい提案をさせてもらえればと思っています。動画の最後には、なぜ昨今前立腺がんの数が増えているのか、そのリスクを踏まえた予防の対策についてもお伝えしますので、そちらも合わせてチェックしていってくださいね。それでは早速解説に参りましょう。そういえば、ちなみに皆さん、前立腺という臓器がどこにあるかはご存知でしょうか。前立腺はこのようにおしっこを溜めておく袋である膀胱からおしっこを体の外に排出する尿道の両脇に備え付けられている小さな小さな臓器なんです。まるで栗の実のような形をしているんですね。この前立腺、一体普段どんな仕事をしているのかと言いますと、精液の一部に含まれる精子の活動を活発にする前立腺液というものを作っている場所なんです。言っちゃ悪いんですが、普段はあんまり目立たない臓器なんですが、実は現在男性のがんの中で最も多く診断がつけられるがんが、ここにできる前立腺がんなんですね。そして昨今、この前立腺がんのリスクを上げるのに影響しているんじゃないかと言われている要素が肥満なんです。肥満については、特に肥満のレベルを表す BMI という数値、一度は聞いたことがあるかと思いますが、この BMI が高ければ高いほど進行した前立腺がんが見つかりやすかった。大人になってからの体重の増加が激しいほどがんのリスクが上がった、こんなデータがあるんですね。原理についてはまだ研究の途中なんですが、脂肪や脂肪分の多い食事が体の中で引き起こす炎症が前立腺で腫瘍の細胞を増殖させたり、がんから身を守る免疫の機能を落としているのではないかという説があります。ちなみに中高年の夜中の尿意の原因ナンバーワン、前立腺肥大症も実はメタボリックシンドロームの一種なんじゃないかという説もあり、前立腺と肥満というのは結構深い関係がありそうなんですね。当たり前ですが、肥満は他の病気のリスクも上げる諸悪の根源ですから、特に BMI が30以上の人、ぜひしっかり対策をしておいてくださいね。予防医学チャンネルでは、医者の見地から科学的エビデンスに基づいた医学健康情報を発信しておりますので、チャンネル登録しておくときっと役に立ちます。予防医学チャンネルシリーズの書籍も絶賛好評発売中ですので、ぜひあなたの健康にお役立てくださいね。はい、次に紹介するのは、コレステロールや中性脂肪といった健康診断の数値の異常なんです。これは肥満の話にも通じる部分があるんですが、前立腺という臓器は体の中でも非常に脂質が集まりやすい臓器なんだ、こう言われています。そのため、こういったコレステロールや中性脂肪の数値が高い人、脂っこいものが好きな人は
前立腺がんのリスクが上がるんじゃないかと言われていますし、日本人のデータとしても中性脂肪が高い60歳以上の男性はそうでない人と比べておよそ2倍前立腺がんのリスクが高かった、こういうデータがあります。ただ怖いデータばかりではなくて、逆に脂質異常症の人にしっかりと薬で治療を行ったところ前立腺がんのリスクが 7% ほど下がった、こういうデータもありますから、脂質異常症で治療が必要なレベルの人はしっかりと治療を行うこと、これが前立腺がんのリスクを下げることにもつながりうるわけなんですね。もし健康診断で脂質の項目が引っかかっているのに放置している人は無視しないようにしていきましょう。ちなみに豆知識なんですが、意外なことに糖尿病の方は前立腺がんのリスクを下げるという報告が多いんです。まあだからといって糖尿病のデメリットの方が圧倒的に多いので、結局無視はできず糖尿病の治療を頑張りましょうという話でしかないんですが、少し意外な情報なので紹介させてもらいました。はい、そして中高年の男性の皆さんの中で一番話題に上がりやすいと言ってもいいかもしれないんですが、結構前立腺との関係を気にされるのが射精についてです。こちらしすぎるとがんのリスクが上がるんじゃないか、こんな噂話が流れていることもあるんですね。さて医学的に正しい真実はどうなのでしょうか。実は射精と前立腺がんの関係についてははっきり判明しているわけではないんですが、一つ興味深い論文がありまして、アメリカで約3万人の男性を対象に行われた研究では、月に21回以上の射精をしているグループでは月に4回から7回のグループと比べて悪性度が低い前立腺がんのリスクがなんとおよそ 20% も下がったという興味深い結果になっているんです。この一つの研究をもってして確定で物事を言えるわけではないんですが、少なくとも噂話のように回数が多いから前立腺がんのリスクが上がる、こういうデータはなくて、むしろ下がっているという報告がありますし、前立腺がんとの関係についてはあんまり気にしなくていい。というか、むしろ定期的な射精についてはメリットすらあるかもしれない。というのが現状わかっていることなんですよね。このあたりもしかしたら不安になられている男性が多いかもしれないんですが、現状は気にする必要は全然ないんだよということをまず覚えておいてほしいと思います。そして前立腺がんのリスクについて最も大きな影響があるのが遺伝なんですね。これは普段の生活の中で対策のしようがない話ではあるんですが、前立腺がんのリスクの話をする上でとっても重要になってくる部分ですし、この後する前立腺対策の話に密接につながってくるので、ぜひ知っておいてください。血のつながった家族に前立腺がんの方がいるとリスクが 2.4 倍から 5.6 倍になったというデータがあるんですね。どうしてもがんと遺伝というのはなかなか切っても切れない関係にあるんです。このように前立腺がんのリスクには対策できるものから宿命づけられているものまで様々なんですが、少なくともさっき説明したような肥満や脂質異常症、こういった生活習慣病を抱えている人は脂肪分の多い食事を減らしたり、摂取カロリーを減らして運動量を増やすなどして日常でできるしっかりとした対策があります。前立腺がんだけではなくて他の大きな病気の対策にも非常に役立つ、一石何鳥にもなる行動なので、ぜひ頑張っていきましょう。また参考程度に定期的な射精というのもリスクを下げるのに役立つかもしれません。そして今回紹介したリスクを踏まえた上で、自分はちょっとリスクが高いかもしれないな、こう思われた方、特に遺伝の要素がある方にとっては知っておいてほしい前立腺がんの早期発見の方法があります。それが PSA 検診というものになるんです。この PSA というのは前立腺で分泌されているタンパク質のことなんですが、
前立腺がんができると、この PSA の分泌量が増え、血液の中の PSA の量が増えるので、いわゆる前立腺がんの早期発見のためのスクリーニング検査として1990年代に導入された検査です。血液検査でわかる非常に簡単な検査になります。さて、この動画の冒頭で前立腺がんの数が日本で急増しているんだ。こんな話しましたよね。その理由がまさにこの PSA 検診なんです。この PSA 検診が日本で普及したことが大きな原因なんです。要するに、前立腺がん自体になる人の数が増えたわけではなくって、見つかる人の数が急増したんだ。こういうからくりなんですね。そして一見この検査、がんが見つかる人の数が増えて、本当にいいことずくめな検査のように思えますよね。しかし実際はそんなに簡単な話ではないんです。実はアメリカではこの PSA 検査は、みんなどんどん受けろというわけではなくて、メリットとデメリットを知った上で自分で決めていきましょう。こんな温度感なんです。なんでこんな状況なのかというと、PSA 検診をいざ行ってみて、がんが見つかる数は増えました。ただ、増えたからといって、データとして見てみると、必ずしも死亡率が下がっているわけではなかったから。これが理由なんです。というのも実は前立腺がんというのは、がんの中でも非常に進行が遅いがんということもありまして、他の原因でお亡くなりになってから体を解剖するとたまたま見つかるということも割と多いですし、前立腺がんに関しては必ずしも早期発見が絶対いいわけじゃないのではないか。余計な検査をしたり、過剰診断につながって不安な思いをする人も多いのではないか。こんな意見もありつつ、まだ世界でも PSA 検診の是非については決着がはっきりとはついていないんです。しかし一方で大規模なデータで死亡率が下がったという論文もあれば、現状は進行が遅いことを利用して、がんが見つかってもすぐに手術は行わずに、PSA の数値が上がっていかないかどうか様子を見る PSA 監視療法という選択肢や、定期的に MRI を撮影して様子を見ていく方法もあるんです。世界的な基準でも全ての人に勧められる検査ではありませんし、現状それぞれの価値観も関係していて、 PSA 検診を受けるのか受けないのかは決めてもらう必要があるんですが、少なくとも例えば遺伝の要素を抱えていてリスクが上がってしまう人にとっては PSA 検診が一つの選択肢になりうるでしょうし、それが早期発見、早期治療につながる場合だってあります。だからこそ知識として、そして選択肢としては PSA 検診というのは全ての男性が持っておくべきだ。これは確実に言えることなんですね。PSA 検診は55歳頃から検診項目に入れるか検討することがおすすめされているので、その年代の方は一度自分が受けるのか受けないのかゆっくり考えてみてほしいと思います。また今回の話を聞いた上での PSA 検診に関するあなたの考え方、ご経験談もコメント欄で教えてもらえると多くの人が参考になると思うので、ぜひお願いしますね。動画について高評価でも低評価でも構いませんので、評価していただけますと参考になるので、ぜひお願いします。それではまたの受信をお待ちしております。